どうも世界家族が100億人からこの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。12月19日ですです。はい、神奈川編は今日で最後。うん、今から出発していきます。はいはい、うん、で東京にね、行きますが、東京は1ヶ月間宿取りましたね。取ったね。僕らの知り合いがね、なんだあれは、経営者ですか彼は。これは個人事業主ですか。経営者ではないか、何ですかあれは、まあ、役員してるね、うん、およという会社で、はい、取らせていただきました。うん、はいですね。うん、楽しみだよね。楽しみですね、うん、どこら辺が楽しみですか。なんかさ、家、まあ言っていいか分かんないけどさ、うん、もともとね住むはずだった場所じゃなくて、はいはいはい、うん、ちょっとあのトラブルがあって、はい、いいところになったじゃん。はいはい、はい、ちょっとグレードが上がってる分、はい、ちょっとこうね、あのいい思いできるんじゃねえかなと思ってさ。ああ、そこはちょっと楽しみ。そうですね、うん、なんかまあイメージで言うと飛行機のエコノミークラスだったけど、うん、手違いで満員になっちゃってすいません、あのファーストクラスに移ってくださいみたいに言われたみたいな。そんな感じ、そういう感じが1ヶ月間できるという感じですかね。うん、はい、すごくいい思いだね。うん、そうですね、はい、楽しみですね。はい、はい、まあ今からバイクで東京向かって僕は行きますが、はいはい、西野さんもね、うん、東京行きます。聞いてください。え、何？僕はね、はい、電車でね、ああ、ちょっと、うん、東京行こうかなと思ってますけど。一緒に行けばいいじゃないですか。やだよ、そんな。あ、そうですか。はい。わかりました。いろいろあるみたいです。はい。行ってきます。イエス。はい。はい、12月19日結果発表していきます。はいはい、今日ですかね。今日は移動してきまして、うん、東京にいます。はい、ついに東京に来ました。はい、ね、新しいお家ですね。はい、ね、ここに1ヶ月間泊まるラッキーですわ。ですな、うん、いいとこだよね。普通にいいところっすね。うん、マジで。うん、お風呂場も広いしさ。はい、浴槽ね。はい、うん、ベッドも一人一個ずつある。ベッドはねえか、まあ、ロフトとね、普通のベッドルームとで分かれてるから、はい、うん、過ごしやすいし、はい、ロフトも広いですからね。普通のなんか狭いロフトじゃなくて、うん、相当広い。もう秘密基地化したから俺、うん、上机持ってって。いいっすなぁ、マジで。すげえいいと思う、ここ。うん、快適に過ごせますですね。はい、うん。で、今日ね、東京入ってなんとね、エヴァのものすごい打法を見つけたっていうことでね、もうこれはもう1秒でも早く打ちに行かなきゃと、はい、もうスピードですから、世の中、うん、あのすごい見つけてやら、もうどんどん広がっていっちゃうんで、そうね、これが完全にまた撤去するんじゃねえかって僕はもう焦ったわけですよ。そうね、はい、ズバリエヴァの新生モード、わかります？新生モードね、うん、妄想モードの一部で入るやつでしょ。そう、うん、核変 2ラウンド引いて、うん、そこで核変をさらに残ってるへそで引いたら、うん、約7分間ずっとこう当たりなしが続くモードなんですよね。へえー、あ、そういう仕組みなのか。そうなんですよ、うん、はい、そこに無理やりぶち込む方法ですね。はい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 、そんなあんだ。そうなんですよ、あのねまあ、へそからまず消化していくんですよ。核変中？核変中、そう、うん、だから右打ちして、こう当たりダッシュが、開かないときは左に打ち替えて、うん、へそを溜めるんですね。うん、はいはいはい、うん、そう、で、へそから消化していくんで、はいはい、でも途中から へそが一切消化しなくなるんですよ。おう、つまり僕がそれを成功したんですよ。どういうこと？普通は左のへそから消化していくんですけど、うん、新鮮モード入るとあの左のへそは一切消化しなくなってくるんですね。ああ、なるほどね、はいはいはい、優先にもかかわらず、はい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 、まあ僕はまだ新鮮モード体験してないですけど、ただ
放送モード中に僕は光のその保留が一切も消化しなくなったんですよ。つまり申請モードには入ってないけど裏申請モードみたいな感じで、ああはははは、そうそう、左から普通消化していく感じなのに、はいはいはい、だから成功したんですよね。なるほどね。そう、そうか、ちょっと分かりづらいんだね。はい、うん、画面上では分かりづらいんですけど、はいはい、なので成功して僕が、ね、右打ったり左打ったりしてたのが成功したんですよね。はいはいはい、はい、これ松井さんにまた教えてもらったんで、うん、まあ、松井さんが言うことは嘘ないんで、はい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 、間違いないんで、はいはい、やってて、で結果かなりそのね暴走モードも4回かな弾けて、うん、2万発ぐらい出たんですよね。うん、素晴らしいね。うん、でルンルン気分で帰った、はいはい、ですよ、はい、帰ったらマッツンさんから、うん、電話が先ほどありまして、うん、かなこさんすいません期待値計算したら、うん、やるとマイナスになりますとおいマッツン、マッツンふざけんなおいどういうことだよおい。まさかだね、それはね。うん。前もそんな感じのやつあってたよね。ゲンさんでね。おい、マッツンふざけんな、おい。俺結構無駄にしたじゃねえかよ、おい。どんぐらい無駄になったかの。いや、相当ですね。まずそもそも、コアタリラッシュがタイミングよく、解放パターンに合わせて、やれば、玉削りが抑えられるんですね。はいはいはい。それも僕正直、うまく全然できなかった。うん、最初の方ね、はい、まあ、最初それは仕方ないにせよ、うん、しかもあんまりコアタリラッシュの性能のいつ演出的に弾くかって分かってないのに、うん、まあ、なんとなくで今左手に左打ったりとかしてたので、うん、もう本当にダメにダメを重ねてみたいなダメな打ち方をしてるのにさらにそこにダメを重ねて無駄な効果のやつをやって店員さんバレないように言ってピエロだな、ピエロ。どんだけ意味がない効果を、いや、俺は無駄なことをしてるんだっていうね。まあそうな、そうなっちゃったね。結果的にはね。結果的に。うん、相当今日機械値のマイナスにさせましたね、僕は。だから、せっかくの当たりを引いたというのに。うん。ダメダメでした、今日は。マジで。しょうがねえよ。すいません、本当に本当に、まあね、それだったら、うん、まあ本当に全然当たらなかったですけど、今日はまあボーダー17の台で25の台を終日ってたんで、うん、結果はマイナスですけどって言った方がいいですよ。どうだって銀がそれを繰り返してはそうなるわけないんで、はいはいはい、はい、結果的にプラスになるんで、そうな、うん、だから僕は今日本当わけわかんない打ち方を、まあまだ打ち方エヴァの初めて打ってよく分かってないのにやって、うん、期待値相当マイナスにしちゃったということです反省はい、すいませんでした。もう取り返すためにね、明日から本当にだから、まあ、ただ言うてもエヴァ超使えるっていうのは僕がめちゃくちゃ確信しました。おお、今日打って、はい、うん、まず、まあ、エヴァの1個前なんだっけ、1個前か2個前か、超暴走の前、響き合う心2017年モデルっていうタイトルだったっけなっていう台があったんですけど、はい、一緒に買いましたよね、あの横浜の店で、うん、1個前の、うん、ね、はい、あれはめちゃくちゃ時間効率悪いんですけど、うん、だからそういうイメージでいたんですけど、今日打ってみて、うん、僕の印象時間効率めっちゃいいっす。うん、特に保留4の消化時のスピードも一瞬だし、はいはい、あんまりスーパー行かないなと思って、前もほんとスーパー行ってもう外れまくったけど、100回ねスーパー行かなかったりとかしたりとかして、だから消化スピード速い。うん、それはいいね。うん、うん、でひねりも使えるようになった。はいはいはい、響き合う心があったりとかあるんだけど、響き合う心は、うん、下アタッカーはひねり効くんですよ、うん、上アタッカー効かなかったので、うん、まあそこが良くなかったところなんですけど、うん、で今回のエヴァはまあ一箇所しかないし、エヴァあのアタッカーが、ね、はい、しかもそれがセンサーが遅くて、はいはいはい、ひねりがかなり決まります。あ、そう、2発オーバーニューション行けたりする？行ける。ウィーそんなレベルか。あれは2発のオーバーニューション目指していった方がいいです。はあ、シンフォのどっちが効く？もっと効く。
あ、新婦より全然来ますよ。うえ、体感7割成功します。あ、そう、はい、それは使えるな。うん、はあ、でしょ。うん、そうで、聴覚性の時は、右、通常時に右打ちすると、うん、もうなんか警告音がやばい、うっさいですよね。はいはいはい。はい。それもなかった。うん、静かです。ね。うん。それは俺も見た。全然だよね。うん。しかも、多分周りのお客さん、まあね、やっぱり公開なんで、ここがね、知識あるんで、うん、閉店間際、あ、こいつが、多分右打ちランプチェックしに来てんだなってやつが 2,3 人いたんですかね。ああ、さすがだね、東京。さすがではあるんですけど、やっぱでもね、僕持ってる間はまだ多分気づいてないのかチェックしてる人はいなかったので、うん、はい、まあね、そういう狙うこともできますね、右打ちランプ。はいはいはい、スタートラッシュ決めたいね。そうするとね、知れ渡っちゃう前にさ。そうですね、うん、はい、だからね、まあエヴァと、あとはバジリスクもそうですね、取れるし、うん、北斗エイトも取れるし、うん、はい、まあおそらくですけど、エヴァはスルーに通さないと当たりが始まらなかったので、うん、ランプだけ点灯してるって感じだと思います。はいはい、AKB パターンか、はい、AKB とかみたいな、おそらくね、うん、まだわかんないですけど、はい、だからね、まあ今日僕が、うん、オーダーは 20.5 か21ぐらいあったんですよね、うん、ちょっと回転数、回転数が、はい、はい、あ、ごめんなさい、回転数がね、はいはい、オーダーが、ね、技術会に駆使すれば多分16ぐらいまで下げるんですよ。 16?、うん、そんなに下がると思います。 16.5 ぐらいかな。ああ、うん、だから北斗無双と同じぐらいのボーダーに下げれる、はあ、と思う、うん、はい、はい、そうか、止め打ちとひねりを使ってって感じか。そうですね、はあ、はい、で今日の店は、なんかツイッター見たら結構電柱入らねえみたいな動画を僕見てたんですけど、うん、あのね、一個もこぼすことなかったですね。うん、うん、それすごいね。うん、だからもう全然打ちっぱりですわ。あ、そんなレベルか。今日の店はね、はい、うん、ただね、まあ、でただ電柱ね、こぼしがある店だったらね、ちょっとちゃんとタイミング覚えてやった方がいいんですけど、うん、はい、なるほどって感じですね。ためになりますね。はい、うん、あ、一応ね、今日の結果言うと、そうな、それな、まあ、マイナスの雰囲気出したんですけど、うん、結果的にはプラスでしたわ。はい、よかった、はい、1万6000円ぐらいだったかな、プラスだったと思います。うん、はい、いいね、東京初日。まあね、なんとよかったです、うん、まあただね、変な僕が余計な技術管理とかやってなければ多分もっと全然話せ、うん、知ってきたんでしょうけど、まあ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 、勉強代ってことでね、勉強代っていうことでね、うん、はい、これお話できるってことで良かったんじゃないでしょうか。はい、はい、まっすぐ叫んだよおい、まっすぐ叫んだよおいそれやりてんだな。ありがとうございます、松田さん、本当にいつもいつも。はい、はい、まあね、ちょっと甘もこれでできたので、うん、有利に立ち回りますよ、これからね。ですよね。はい、うん、今日行った店、明日も行きます。はい、はい、明日はね、特定日すいません。はい、はい、行ってきます。じゃあ、はい、また明日。明日、バイバイ、バイバイ。そう言わない方がいいのか。